はいこんばんばははです今日はパワースペクトルの計算についいてて、えー、話していこうと思いますでこう見せるためのって書きましたけどこれは、えー、例えば論文にパワースペクトルを載せるであるとか学会発表の時にパワースペクトルのグラフを見せるこういうね人に見せるっていう意味です。はいそしてねパワースペクトルの計算っていうのは意外とね面倒ですよね。 そしてまあ説明がないっていうとこあると思いますはいでポイント言いますここで意識していただきたいのはねこういうことですパワースペクトルもまあ真のパワースペクトルこれは現実世界にはわかんないですよだけどまあ真のパワースペクトルっていうのがあって実際我々計算しているのはそれを推定して推定したいんだということですよねはい そしてね、パワースペクトルの計算って、これ、いろんなね、テクニックがあるので、こうですよね。10人イレって書きましたけど、これね、人によってね、全然違うと思います。あ、全然というのは方法がね。ところが、あのー、皆さん計算したいのはあれかな。LF とか HF とかね、VLF とかね、そのパワーとか指標を計算したいので、その時にね、えー、微妙に違うんです。うん。で、人によっては間違ってるっていう場合もあるとは思いますけどね。値は微妙に違って、 こみんなが完全に同じ結果になるっていうことがないっていうねこのパワースペクトルって不思議な世界ですそしてまあこれね私も教えてほしいぐらいですけどまあどの本に説明してあるのかなとパワースペクトルの計算まあこれ絶対正しいっていう方法私はないと思ってますあくまでね何を推定したいかどういう形を推定したいかによって方法が異なりますのでねはいこれねまあ問題はうん なななかなか説明してていいいよねっていうことですはい、パワースペクトルを計算するときに私昔はあの C でね C 言語ってやつであの作ってました特にあのパワースペクトルを求める時計算するときには FFT っていうファストフーリエトランスフォン高速フーリエ変換ってあるんですけど昔昔は 時系列の長さがねこの2のべき乗24816っていう2のこの何乗っていう長さじゃないとダメだったんですけどあの今そんなことないですからね私ももう20年前から自分で作ってやってた時はあの2の長さのパワースペクトル計算できるやつ使ってましたよはいだから皆さんあの 2, 2の何とか乗っていうのはもう古すぎますはい今ね C は使ってないですあ使って 目的によりますけど、早く計算したい時には使ってます。で、今私メインで r でね。計算することが多いです。私、python より r の方が圧倒的に得意です。で、r を使ってパワースペクトルを計算する時ってあのー、どうやるかっていうので、ここその命令を全部書きました。ただね、あのー、ここです。ここ再サンプリングした rr 時系列を x に代入でここ。 時系列がこう X にね、ベクトルデータとして入った状態から書いてありますからね。で、この状態からであれば、この一連の手続きをしてっていうことですね。で、高速風エ変換。これね、FFT ってコマンド打てばね、簡単です。しかもこれ任意の長さやってくれますよ。うん。はい。ですので、これで計算して、パワースペクトル。あとね、 これ、この業界の言葉ですよね。私あんま使わないんですけど、ピリオドグラムとかね。これ P じゃないのかと思うけど、ピリオドグラムってカタカナで書いてあるんですね。ピリオドね。はい。それ、どうやって計算するかというと、FFT やった後、絶対値の2乗を計算して、時系列の長さで、ね、時系列の長さで割ってやって、サンプリング周波数でさらに割ってやれば、パワースペクトルになります。ここでめんどくさいのは周波数の定義ですよね。はい。で、細かいことは、 今日もまだ言いませんが注意するべきところねこうね書きましたこれ使えば計算してグラフが描けます FFT を使うっていう方法を今日は中心でやっていきますよパワースペクトルの計算方法って他にもありますあの自己回帰モデルを仮定して当てはめる方法もありますけど今日はね FFT を使った方法をメインで話していきます 実際に R を使ってパワースペクトルを計算するのに、皆さん FFT はね、使ってないと思います。これね、これでもね、昔のね、私の C のプログラミングからすればもうこんな簡単なのかっていうことですけど、はい。実際にはね、R にもスペクトラム、ね、っていうコマンドがあります。これでパワースペクトルが計算できますので、先ほどとね、同じようにここに時系列を X に代入したとすれば、メールはこれです。スペクトルっていう。 ね、この命令でやってくれます。でスペクトルがいいところはこれもちょっと先取りして説明しちゃいますけども直線トレンドを除いて、まあ、特ちょっと特殊ですけど窓っていうね窓関数を当てはめてそして最後にあのパワーねパワーっていうパワースペクトルの全面積も調整してくれます。そしてねここ今平滑化なしって書きましたけどこのオプションでスパンっていうね あの命令を入れれば修正ダニエルスムーザーザねこれがまた分かりにくいんですよ。これ。この修正ダニエルスムーザーって何なんだと。本当説明がね、ほんとね見つからないんですけど、私のブログに説明してあります。はいこれもね、試行錯誤で私も、あもうあ、こういうことしてるんだって、もう本当あの自分で理解してね、あのはい書いてるので。 間違ってるかもしれませんよ。はい。で、まあ、いろいろ言いましたけど、スペクトルって命令を使えば簡単にパワースペクトル計算できるんですけど、このね、サンプリング周波数で調整って書きましたけど、サンプリング周波数をかけたり割ったりしてますよね。これ忘れないでくださいよ。うん。ここのとこがね、あまり慣れてない方々は難しいと思います。そしてグラフね、書きます。はい。これスペクトル使えばもう一発ですよと。さっきほどみたいにね、FFT して二乗してみたいなのはないですよっていうことです。こういうふうに、コマンドを使えばね、 簡単にあのパワースペクトル計算できるじゃないかと思われるかもしれないですけれどもパワースペクトルの計算っていうのは本当にねあの奥が深い職人技ですさっきね「真と推定」って書きましたねうんパワースペクトルも、まあ、真のパワースペクトルを推定するのが目的ですこれ統計ってそうですよねあの平均値を計算するとか 分散を計算する。これ推定って言いますよね。これは真の。もうデータがもう無限にたくさんあった時の真の値を推定するのが目的です。パワースペクトルもまあ基本はそういう前提です。はい、ところがまあ我々の体のこと、心拍変動にし真のって何答え、答えってことでしょうと。神様が決めたパワースペクトルっていうのは分かりませんので、ここではね、私が 神としして自分で作りました。つまりここに出てる3つの時系図ありますよねこれここの例で,ですけどもこの時3つの時系図これ私が作りましたあの線形確率過程を使って私が生成しましたこれ、まあ、まあ似てるよねっていうこともあるかもしれませんしそもそもこのねパワースペクトルってこれのあこれが真のパワースペクトルです ね、これ私が決めたから私が真を決めたんです答えを決めたんですよで例えば、えー、LF とか HF とかありますよね LF0.1 のところにこう立ってますよねえー、HF0.25 のところに立ってますよね私も完璧に立つように私がデザインしましたそして例えばこっちは LF と LFHF 両方ピークがありますけどもこっちは、えー、HF のみにピークがあったりこっちはこっち小さくしましたこっちね LF だけにピークがあるという3通りの はい、線形確率過程のモデルで、ねまあ、心拍変動のようなものを作りました、はい、そして先ほどね R を使えばああいう風なコマンドでパワースペクトル計算できますよって言いましたよねそして R で計算した結果、うん、この時系列からもう一回言いましょうこの時系列からさっきのコマンドを使ってパワースペクトルを計算するとこの赤色になります見てくださいこれすげえギザギザ。 すげえギザギザすげえギザギザですよねそしてちょっと見にくいですけど青色の点々点々がこの芯の芯を重ねて描きましたほんと見にくいな、色は良くなかったんですけどこうねあるだからなんとなく山があるとこねここ LF と HFHFLF 確かに山があるところにはこうギザギザのブワっとなってるけどありますよねここで推定っていうのはこういうことです ななんとなく山があるかなーじゃなくてここでの目的パワースペクトルの目的というのは何かというとこいつを時系列から再現してやるぞということですよね。ですのでそれをするためにはこれじゃあちょっといまいちかなっていう気持ちになりますよね。うん、でちょっと私もテクニックを使いました。はい、まあここは単純です。これの「平滑化」っていうやつを使いました。 そうすると見てください。この平滑化っていうのはちょっとね、あの、ローカルに重みをかけて、これをスムージングするんです。そしたら、上から見ていってください。あ、青と赤のね、こう線、合ってますよね。はい。で、ちょっと答えをね、こ,こ説明を言えるの忘れました。はい。こういうふうに、芯が青色の点点点で、推定が赤なんですけど、あ、なんとなく合ってきたなっていうことは分かりますよね。ですので、パワースペクトルの目的、何か。 っていうとこの真のものを推定してやるっていうことでこれをいかに再現してやるかっていうのがまあそもそもの目的ですところがまあパワースペクトルを使うっていうことあ心拍変動においてパワースペクトルを使うっていや目的は HF とか LF とか計算することですよということですよねそうであればね正直こっちもこっちもこの赤のやつねそんなに変わらないんですよだから、まあ、正直に言います本当に正直に言います LF とか HF を計算するときは、こういうふうなスムージングとかいろんなテクニック、今日言うテクニックはほとんど使わないです。はい。このままこの面積を計算します。値はほとんど変わりませんからね。ただ今日のタイトル何でした見せるためのです。人に見せるためのっていうときに、これをね、見せるわけにはちょっと私もいきませんので、はい。まあこれもまだね、これもまだ完璧ではないですけども、はい。こういうふうに、 真のパワースペクトルを推定するんだというのが今日のパワースペクトルの計算の目的ですからね。はい。ということです。で、いくつかちょっと書きました。えー、真、トゥルーのパワースペクトルと推定は、これね、いいですかそれぞれの使い分け、ね。気をつけてください。そしてね、このギザギザって何なのっていうことを今日簡単に言います。これも、ま、将来的に工学の人、ちょっと数理系の人に向けて言いますけど、これはね、 ギザギザになることは当然です。なぜならパワースペクトルっていうのは、この各振動、各周波数成分の振幅の期待値を与えているだけですから。いいですか。振幅はゼロからその期待値、ね、期待値分散ですよね。分散のとこまでばらつきますので、必ず上から下までこうね、ばらつきます。これがスペクトル表現定理っていうことで、あそういうことなんだよってなってます。 まあ、スペクトル表現定理をきちんと説明している本もなかなか少ないですけどもこれは正しい振る舞い振る舞いですこういうふうになります絶対パワースペクトルはこれ何個も何個も期待値を取って初めてこれになりますからねはいということで詳しいことは言いませんが芯がこれでもギザギザになるのが普通のことなんですよということですはい そしてパワースペクトルを推定するにはいろんな処理面倒な処理ありますよねこう書きましたトレンドを除いてやる窓関数をかけてやる分割してパワースペクトルの平均を取ってやるスムージングしてやるこういろんなテクニックがありますそれぞれについてここではこれが正しい方法だよということは言えません私もそこまでの知識はないですただ私は今日ね経験に基づいて言いますよだから、 あの皆さんが知ってるいい教科書には違うこと書いてあるかもしれないですけどその場合は教えてくださいはい私はもう経験に基づくし必ずチェックしますでそれぞれが何で必要かっていうところを今日ちょっとね私なりの解釈で言っていきますはいでこの指標の値は人によるさっき住人投入って言いましたけどだって人によってこの処理してるしてないがあるんですものだからえどれをしてどれをしないのしかもですよ個々の処理もいろんなのがあるんで 違うやつ使えばまた違っちゃうんでね。はい。処理方法が違えば結果は多少ですけど違いますよっていうことですよね。今日はパワースペクトルを推定するっていうことですね。心拍変動の話ですから、これは心拍変動に特化しています。まあ、時系列解析という広い範囲のお話もまたそのうちやりたいと思いますけどもね。今日は心拍変動の話です。心拍変動ならではの前処理と書きましたけど、心拍変動の場合には これ、いつも言いますけど、心拍変動のクリ,クリーニング。あの、ちゃんと計測できてない部分であるとか、あとは不整脈がある部分は修正してやる必要があります。これは心拍変動の場合は正常同調率を仮定してますからね。正常同調率じゃないものは、ちゃんと正常同調率っぽく修正する必要があります。それをクリーニングと呼びます。そして、パワースペクトルを計算するときには、再サンプリング。リサンプリングね。とも言いますけども、 当時間の間隔でデータがあるように修正してやることが修正してやることが一般的ですそして、えー、ここからパワースペクトル推定のテクニック最初さっきとダブりますけどもトレンドを除去したり窓をかけたり分割して平均化したりスムージングしたりこういうことをやりますでほ、えー、にですねパワースペクトルはねそ前提知識がいりますこれがねいやあのめんどくさいところですよね FFT っていうコマンドを使うと、周波数はね、教えてくれないんですよ、コマンドからは。自分で、あ、この値はこの周波数ってね、分かってないとダメなので、はい、周波数はどういうふうに決めればいいのかなとか、このね、意味のある周波数範囲の存在、これがあるんですね。ナイキスト周波数って言って、周波数ってね、この、どこまでも取っていいわけじゃないんですよ。分かります ?1Hz まで、10Hz まで、100Hz までみたいなね、取れないんですよ。 こここれはサンンプリング周波数との関係なんですすけども、ここも簡単に言いますね。あるいはあとねパワースペクトルって本当はね両方の翼があるんですよ左右両方つまりポジティブあ正側、不側両方のね形が左右対称になってるんですけどグラフで描かれてる時って半,半分しか書いてないんですよ半分片側しか書いてないんですけどこれもね皆さん意識してないかもしれないです。またパワースペクトルの総面積は時系列の分散と一緒ですよと。 これはまあ意識してほしていですよねこれが。これを意識しないとあのパワースペクトルの指標 LF とか HF とか値がね全然違ってしまうので、はい、これを意識してくださいということでこういう知識もいるしいろんなテクニックもいるしということで面倒くさいですよねというところでここもざっとあんまり長くなってもあれですのではいじゃあまず最初心拍変動ならではの処理最初クリーニングですよね。 これ何やるかっていうと、非同調率と、えー、誤検出の修正です。心拍変動解析では、NN 間隔が前提。いいですよね。正常同調率。ノーマルサイナスリズムが前提ですので、NN 間隔でないようなデータは修正する必要がありますよ。と。これ見てください。こちらはすべて正常同調率。ね、これ私が描いたイラストですけども、正常同調率が 出てます。ずっと出てます。はい、そうですのでこの間隔を見てやれば、R-R 間隔っていうやつが計算できますよねで。この時に細かいテクニックはあります。私も細かいテクニックは使いますけれども、もう大雑把なことは言いますよ。皆さん面倒くさがりの方もいると思うので、単純に判断したいならこれですよというのを一つ一つ言っておきます。まず隣り合う R-R 間隔の差が200ミリ以上離れているってこれはま基本ありえない。 いうことです実際にはね50ミリ秒以上のやつもほとんどないです PNN50 っていうのがあるんでね時々は出るんですけどですので私150とか100ミリ秒とかにすることもあ,りあるんですけども隣り合うこの差がね200より大きいっていうのはこれはちょっと気概収縮であるとか誤検出の可能性がありますよということでその白については修正しましょう隣の差がねこうね200より大きいのはあるいは短すぎ。 長すすぎっていいうのもないで,すで短すぎっていうのはこういうことですねだいたい体皆さんね 200bpm になることほとんどないですよもう全力で走って 200bpm になるのは若い方私全力で走っても160170ぐらいまでしか上がってい,いかないです。そしてまあ何より、まあ 短すぎるのがこれね3 0 0リ秒と書きましたけどこれ350とかでもいいですこれは心筋には不応期っていうのがありますので一回電気的に発火すればその後まあ300から4 0 0リ秒は次の活動ができないんですよですから一番短いのはもう制限がありますでここは一応長めに言いました私200もないと思いますので運動されてないんであれば180とか 180bpm ねつまり330ぐらい ぐらいにまあとは長すぎるのもないです止、ま、心臓止まっちゃってますからねでここで 40bpm ってないかっていうとありますあの寝てる時になるかそのくらい長い方ってまあいますそして、えー、持久力のある方心肺機能がすごいマラソン選手のような方はもう 40bpm あると思いますもうオリンピックとかあの世界で活躍されてる方ですのでこれはまあ2 でああればまあ、この 1, ただ普通はないですからね皆さんの平均は日本人というかねだいまあ70から80ですのでもっと本当は低くていいです120とか100とかでねで夜も扱うんであればちょっと長く取っといた方がいいですよということでこれですね、はい、ですあ,あとすいません、えー、子供新生児なんかはもう早いですかなりも,う200こもっとこの短いのありますのでそれは注意してくださいお子さんはあの200。 bpm とかなりますので,、ねはい、ですのでちょっとここは成人の場合をお話しいますよということです。ということで隣り合う差短すぎるのもないし長すぎるのもないよっていうのがまずは簡単な判断ポイントです。そしてでですすねねこれ一応念ののためです、ね、R R 間隔のデータだよということでまあ自分で計測した場合はあれですけど医学の先生方と工学の方々が共同研究する場合の注意だと思ってください。 一応確認してください心房細動心房騒動こ,これが心房細動心房騒動の例をこれは私が描いたものですけどもこれはですねずっとこの規制のところがこう,こうなってますよねこれはもうあの全て正常同調率ではないので分析はできませんで時系列を見てもねこっちはすごくランダムになってますのであとこっちはねもう逆に異常に規則的になっているっていう場合ありますあるいは 心房細動とも関係しますけど上質性気外収縮上質気外収縮これが頻発するようなデータもあってこれ修正が不可能っていう場合もありますのでそこも確認してくださいあるいはあのペースメーカーつけられている方のデータもあるところで非常に真っ平らに見えてしまうようなところがありますのでそういうデータっていうのは残念ながら修正不可能というところがありますので、えー、医学部の先生方と工学系 数理系の方々が共同研究される場合には、これ一応確認した方がいいと思います。私も必ず全て見ます。ですので、まあこれは私は診断はできないですけど、見たらまあタイプっていうのはあるけど分かってきます。はい、ということで、これは心拍変動ならではの最初のステップクリーニングです。もうちょっと修正について、もうちょっとだけ詳しく言いますね。はいでさっき言ったね。差が200ミリ秒以上とかね。そういうとこ。まあ基準で大雑把ではいいんですけどもまあ、こ,ここにね。 私きれいに直していきますあの確認しててます確認どういうパターンで変な白が非同調率が現れるかをいくつか書きましたまずですねこれえー、と進室危外収縮ですよね下側寝室危外収縮が起きるとですねこういう波形になりますよねこういうふうにこうピークが鋭くないこういう波形が出てきてあの次の白は当はこの辺に起こるはずなんですけど早く出ます、ね、寝室がペースを守らずに早く自分で 活動してしまうという現象ですけども、こういう場合は短い感覚、長い感覚っていうのは記録されています。で、そういう場合にはですね。この長さをね。この2つを足して2で割ったやつを埋めてやるということがよくされます。あるいはですね。こういうノイズがこう発生して、このピークの間にこいつを検出してしまうっていうこともありますので、これも短い長いになったりしますので、これも2つを足して半分に割って修正してやってくださいね。あるいは r 波の検出漏れ。 こうですよね α がこう高さが小さくなったりとかそういう時あるいは検出ががねうままくくできなくて飛ばすすことがありますそうするとここがなくてなくてなくてすごい長いのが出てきますけどこういう時にこの長いのって本当はねこの長さの大体3倍ですよ、ね、だからあ本当は3泊入ってたんじゃないかなっていうのが分かりますのでそういうとこもこ,の,この値を3で割ったりしてねこれの整数倍としたら何倍かなっていうのを 計算しててやって埋めることができますでこういうのを考えて修正するっていうことをしますよと。はい、これがまずクリーニングですよね。その次にパワースペクトルの場合は再サンプリングリサンプリングっていうのをします。RR 感覚のデータっていうのはそもそもまあ点々点々のデータです。はい、でパワースペクトルの計算は。 あのこの等間隔にデータがないと、まあ、ちょっとね解釈がめんどくさいんですよ。ということで RR 間隔のデータっていうのはねこの拍動のタイミングで拍動のタイミングでこの RR 間隔がまあ観測されたとみなすことが一般的です。つまりこの,、ね、この R 波のタイミングでこの前の RR 間隔が発生したこの発生間隔でこれが発生したとみなすことそうするとでもこの RR 間隔って一定じゃないのでこれ不等間隔に出てますので。 これを等間隔にするのが再サンプリングです。RR 間隔をまず時間軸上に配置するっていうのはこういうことです。R 波の発生タイミングで RR 間隔をこっちの軸にね変えてやると。そしてこの点と点をですね次直線で結んでやるあるいはねステップっていうまうっすぐな平らな線でもいいんですけどまっすぐでこコンスタントね。まあ私はう最近はもう直線をおすすめします。 以前はねスプラインってねなんかかっこつけてやってたんですけどスプラインだと誤ったうねうねが出ることがありますので、ね、逆にこう上に飛び出しちゃったりするようなことがありますので直線で十分だと私は考えてます、はい。ということでこういうふうに青い線で書きましたけど埋めます。はいスプラインはお勧めしません。そしてこれを等間隔にするんですけどこれはこういうことですね。今デルタ T って書きましたけど、まあ、等間隔の点を自分で設定しまして。 ね、これ1秒間に何点あるかでサンプリング周波数ね2点あれば 2Hz この間隔を一定にしますんで、はい、一定間隔で今度赤い点のように一定間隔でこの線上の値を、ね、取ってやるわけですこれがリサンプリング再サンプリングと呼ばれるテクニックというか、まあ、方法ですいいですよね等間隔のデータにしますよということですで R の場合すいません Python ね Python も覚えてるほど できないので、はい、R の場合は approx っていう関数を使えば、あのリサンプリングも簡単にできます。で具体的な方法はまたこれからね機会があれば紹介していきたいと思います。ということで、RR 感覚クリーニングして等間隔のデータに直すというプロセスがあります。これは心拍変動の世界のやり方です。はい、次です。じゃあまあここまではまあ心拍変動の独特の、うん、やり方ですけど一般的な パワースペクトの推定においてね、どういう処理があるかっていうことを言います。まずですね、トレンド成分を除くっていう処理。これはまあまあやった方がいいはいいですよね。えー、これは決定論的な変動っていう、まあ線でこうなぞってこう,こ,うこういう風に変わってんじゃないかなっていう変動は、これ一応分析の対象ではないと今考えますよ。えー、ですね。これ一応確率的な変動ですよね。だから、ここもね、あの決定論的な 変動を分析したいんだっていう立場あり得ますんで、その場合はいいですよ。もちろんそのままやってください。ただ、ここはね、決定の時の変動、これ確定信号とも呼ばれますけど、それは除いて確率的な変動だけですよね。そもそも線形確率過程として分析したいんだという立場があるとすれば、トレンドは除いた方がいいです。で、どういう風に除くかというと、元の時系列に、ね、直線や曲線、ね、ですかね。元の時系列に、この、 直線であるこれ3次関数をフィットしましたなんかなんとなく右上がりですもんねでなんとなくちょっとカーブしてるかなってありますねこれをねフィットしてこれ覗きますそうするとまあ一応真横になります、ね、横になりますよね例えばこういうやつで厄介なのは心拍変動でそもそも否定状って言ってこうねこれ何これって、うん、こういう関数当てはめてなかなか難しいというか、ね、あの5次関数とか7次関数とかねそういうのねフィットしなきゃいけないのかと思う ちゃいますよね、でまあ正解はないです。でこの場合も例えば直線をフィットして引いたらこういうふうになりますよね。あるいはこれ3次関数をフィットしてやればこういうふうになります。でなんで引くかというといいですかなぜやるのかっていうことを理解して、まあ、それがやりたければやるっていうことですよ大事なのは。はい直線や曲線があればねパワースペクトルの低周波に特に特に低周波にあの影響を与えるからです。でどういうことかって言って青い線と赤い線2つあるでしょちょっとしか変わらないんですけど。 青い線って、青い線はこの青の時系列のパワースペクトルです。赤のはトレンドを除いた後のパワースペクトルです。で、この辺はね、ほとんど重なってるんですよ。0.4とかね、0.1とか、この LFHF の領域っていうのはね、LF の領域は。見てください。こっちの0に近いところって青が上にピョンと出てますよね。こっちもそうです。3時の引くか引かないけどピョンと出てますよね。っていうふうに、特に低周波で影響があります。こちらもちょっと見ますか。 こちらもね、直線を除いた。これね、三次関数を除いた。で、こちらはね、こっちの本当の0.3とか0.4とかはもうほとんど変わらないんですけども、ここは早いですよ。0.2からこっちね。だから、まあ、LF の領域もこういう場合は影響を受けますよ。トレンドを除いてない場合が青ですから上にグッときますよね。で、除けば赤色です。これね。ただ、この変動がね、どう解釈するかは確かに難しいです。これが私たちが考えてるね。 LF なのかと言われれば難しいとこがありますので正解は分からないですけどもはいこうですねこういう風にに特にこっち側に差違いができ出るのでひ引くっていうことも必要になる時多いです、はい、特にですね F 分の1量液ってこの前お話ししましたけどスケーリング解析って言ってこのねログログでプロットするようなのはね低周波側ですよねこちらの0に近い側を見ますのでこの場合は 直線とか3次関数ね2次関数でもまあいいですけど引くのは必須だと思ってくださいトレンドは除かなきゃいけませんはいということで直線や3次関数これを2次でもいいですよ4次でもいいですよはいこれをフィットしてその成分を元の時系列から除くっていう処理よくやられますし必要なことも多いですいいですよねただこれが難しいのはじゃあ何次関数が正解なのって言われてもそれは、うん、まあ確かに あのー、ある程度ね、あの、検証する方法がありますけど、今日は言いません。はい。ということで、私は、まあ、3時ぐらいを引く,引くことが多いと。私はね、間違ってるかもしれませんよ。3時関数ぐらいを引くことが多いです。まあ、なぜならっていうと、まあ、さっき方法言わないって言いましたけど、3時、4時、5時って上げていった時に、もうそれ以上あんま変わらないからです。そういうことで、はい。3時ぐらいを引くことが多いですよ、ということです。次。窓をかける。これはね、論文読んで時々、 見かけることあるんじゃないですかねこれはもう私もありますこれはですねはいこういうことですあの今日はちょっとね関数を書かないなるべくね数式を使わずにっていう風うに思ってるんですけど結局ちょっと工学系の方がねこういうのはあの興味があるとは思うんですで半端になるんですけど要はこういうことですこういう窓ってのはこういう,こう,いうねこういう一つ山のこういう関数をかけてこちらの時系ですですねこういうねこっちで行きますか 本当はこれなんだけど、端っこをね。こうゼロにキュッと行くように、ゼロにキュッといくようにもう絞ってやる。こういうことが窓をかけるっていうことなんです。これはね日生の高周波数成分の出現を低減って書きました。私ももう誤解を恐れず、スパッと言います。いいですかね。これはね元の時系列に含まれていないような。こう。高い周波数の成分とか、偽の周波数の振動偽の振動成分が現れるのでこれを。 した方がいいいですよねねってこれは、ね、いろんな本に書いてあると思いいいますよいろんな本に書いてありますけどただいいですか私はいやそんなする必要ないんじゃないかなって思うことの方が多いです。はい、あ心拍変動業界ではでですよでまずですねこの偽の高周波数成分の出現を提言なんですけどこれもパワースペクトルを計算する目的です。目的があって方法があるんですよ。いいですかねねこのね 窓をかけた方がいい場合ってこうパワースペクトルに線がこう,もう周波数に鋭い線が現れるような時には窓をかけた方がいいですそしてそのもう一本の線がこ,こっちこのですよ、ね、パワースペクトルに一本のスパッと線がどこに現れるのかっていうのを調べることが重要であれば窓関数かけるべきだと私も思いますよスパッとねだから音で言えば単音ですよねあの純粋な制限波みたいなのが入ってるような時には 窓関数かけた方がいいいと思います。じゃないと変なとこに線が出てきますからねところが心拍変動の場合は、そんんなな鋭いいピークないんですよ。これ鋭いじゃないかそれはまあ相対的な感覚であってねこれ比較的なだらかな山ですので、まあ、そんなにね窓かけてもあの偽とかそういうレベルではまあ基本ないというのが私の考えですいいですかね つままりこ,こに書きました HF とか LF をね、計算、あの検出というか、まあ、その検出した時のグラフを書く時において、窓をかけたから、よくなったとか、これあんまりね、うん、正直あん、あんまりないです、感覚として。で、それを見せたのがこちらの結果です。まず、ここはね、5分の心拍変動時系図。これも先ほど私が神として自分で作ったやつ、線形確率過程を使って作りました。ですので、現実のものではないです。 だけどその現実じゃないから真のものがわかります。青い破線が真のパワースペクトルです。はいそして窓をかけました。これ,、ね、これはハンマドっていう,もう古典的なやつをかけました。ハンマド。私もねいろんな論文を見てあのブラックマン・ハリスっていうのがねブラックマン・ハリス窓あなんかかっこいいなと思ってあの使うこと多いです。一応書きます、うん。だけど正直心の底では必要な これ本当に必要なのかなっていう疑問を持ってそこは本当に良くないところ本当に正直に言います。はい、で私はじゃ,あどうじゃあ本を読んでブラックマン・ハリスのいろんな半窓、えー、何いろんな窓があるんですよガウシアン窓いろんなあるんですけど,ど正解が書いてるわけじゃないんですよね。じゃあ私どうやって検証するかっていうとやってみます実際にね数値計算してみますよということでこういうことです。窓をかけてないかけた。はいそうするとこうですよね。 窓なし、窓ありです。で、こっち時系列の長さは10分にしてます。窓なし、窓あり。かけるとね、こういうふうに端っこが削られるんですよね。そして、パワースペクトルを窓なし、窓ありで計算したのを比較します。そうするとね、なんでね、この利,利点を感じることがないかっていうと、こういうことです。はい。窓なし、窓あり。どうでしょうね。この窓なくても、この HF のピークなんてね、こっちね、こっちの方が正しく近いですもんね。 しかもこっちの LF なんか両方潰れてますもんね。うん。だからまあこっちの方がちょっとピークが立ったのかなっていう気持ちもありますけど、はい。うん、それわかんない。しかもこっちのね、こっち、HF だけにピークが立ってるやつ。本当はこれないんですよ、LF のとこはね。だけど、はい、これ見て、窓なし、窓ありで、いや、別にどっちがいいかなっていうとね、これちょっと高さはね、この縦軸のレンジが違うんで違っちゃうんですけど、はい。これもそうですね、LF だけのピークが出るようなバージョンですけど、 これもいや別に窓なしの方が全体として合ってるじゃないかって印象ありますよね。そして時系列が長くなってくると、はい見てください。これ10分の長さにしてみると、こうですよね。窓なし、窓あり。いや、窓なしでもこれちょっと合ってるじゃないし。これね、窓なし、窓あり。いや、なんか違うのっていうね。あ確かにこれ,はこれとこれ比べたらね、まあ、こっちの方がちょっと悪いですけどね、こっちの方がいいですけどね。はい。 そういうい意味で良、まあ、かったのかな悪かったのかなでもいい場合と悪い場合があるのでどっちがいいか悪いかは分かりませんそしてなんでねそんな利点を感じないかっていうとこれねここのデータうことはここに信号があったのにこれ捨てちゃってるんですよということがあります一本の時系列からこの後に分割っていうのをやらないんであればまあ、窓までかける必要ないかなっていうのがちょっとね私 疑問持ってます、はい、だけど分割する場合にはこの50%ずらしの分割ではまあ窓かけてもまあ,あのいいと思いますよ。はい私も50%ずらしで窓かけます。ちょっとね今日説明しないこと言っちゃって申し訳ないですけど、まあ、使い方によって1本の時系列を丸ごと使ってパワースペクトルを計算するのにここ削るのちょっともったいなさすぎるっていう気持ちが私にはありますよということです。まあ、こういう窓をかけるっていうテクニックがあるんですけども使い方ですよねさっき言った。 1一本の線がピンと立つような場合にはかけた方がいい。絶対いい。だけどそれ以外の場合どうかなっていう気持ちがあります。はい、ということです。はい、次。もう一つですね。今回はですね、複数の方法をあの使えません。あ、使わないと言ったのにちょっと誤りがあります。すいません。ちょっとここでお詫びして訂正をしますけども。これ全部ね、スムージングっていう方法をかけてます。すいません。スムージングはかけてますので。これ注意してください。 スムージングかけないともう両方ギザギザでもう何か分からないのでスムージングはしてますはいこれも全部スムージングはしてますはいということです次ですここはスムージングはしてませんはいここはスムージングせずに分割と平均化だけやってますはいこれ何かっていうと時系列をですね1本の時系列ありますよねこれをこう細かく短く分割するんですよだから1本の時系列を4分割して4本にしちゃう1本の時系列を10分間にして10分割しちゃうこれね あのオーバーバラップななしだとすすごくく小さくなってきますよね先ほどちょっと50%って言ったのは分割をこう切るところをこう半分オーバーラップさせて切る方法があります。というオーバーラップする方法一般に使われますのであの、はい、それはやった方がいいと思います。ただここはですね、えー、もう面倒くさかったのでオーバーラップなしの分割をして数値実験してあります。はい言い言ますね 時系列をね部分区間に分割します。そして、個々の短い時系列からパワースペクトルを計算します。いいですかで、これ FFT を使っているのはギザギザです。それをですね、いろんな各区間からパワースペクトルがね、出てきますよね。パワースペクトル、パワースペクトル、パワースペクトル、パワースペクトルって出てきます。それをですね、周波数のところに並べて、各周波数で平均を取ってやるんですよ。はい、こういう操作っていうのは、やるご利益はあります。ね、書きました。ですよね。 部分区間に分割してパワースペクトルね各区間のパワースペクトルを計算周波数ごとにパワースペクトルのねこの平均値を計算しますよということですこれなんでいいかっていうとまずトレンド除去の効果がありますなぜならこうこういうねトレンドがあっても分割するとね各区間のこの段差っていうのはなくなりますのでトレンド除去の効果がありますしあとは平滑化っていう滑らかに グラフを見せるっていう効果も役立ちます平均取るとね、だんだん滑らかになっていきますもんね。ということで、そこも見ていきますけど、これも元の時系図、あります。いいですかね。これ一部しか書いてないですけど、実際は、えー、10分の長さ取ってあります。いいですね。で、ここ3つ,3つあるんですけど、いいですか。あ、これ全て私が神として時系図を生成したやつですよ。本当のパワースペクトルじゃないです。だから、真のっていう青のパワースペクトルは 私が与えているので計算できます。はい、真のパワースペクトルが青ですけども、ここではね分割なしです。つまりこれは FFT で計算してパワースペクトルを計算すると、これギザギザになるんですよね。これはまあ素直な現象で、それはもう正しい現象です。はい、これギザギザなり、分割なしです。これも分割なしだと、もどれもギザギザになりますよね。でもここに山があるんだなっていうことはなんとなくわかります。 そして、ここ、4分割と10分割でやりました。つまり、4分割して平均取ると、そして、これよりね、わかりますあ、ちょっと、なんか、うん、すっきりとした線に見えてきますよね。山の位置も合ってきます。いいです。で、ここはスムージングも何にもしてな、ません。いいですね。分割して平均化だけしてます。で、10分割すると、これ、かなりね、もっと青の線と合いますよね。合いますよね。合いますよね。で、こういう風に、 トレンドも除去してする効果と同様の効果がありますし平滑化の効果もありますよということでただデメリットとしてはあんまり小さく分けちゃうとこの周波数の解像度が悪くなりますここはねもう点が少なくなってきますのでそういうデメリットもありますので注意してくださいよということで部分区間の数を増やしすぎると周波数が荒くなるこういう問題があります、はい、で実際にはねこれらのテクニックを全て組み合わせてやるわけですよ めんどくさいですよね。うん、ただ見せる人に見せるパワースペクトルの時は今までこういうことをまあやってきているわけです。で私もねいつも困るのはね学生にパワースペクトルじゃあ計算しといてっていう時にね、まあ、なかなかこの本を読めば正解っていう本がないっていうところですよね。ということで、まあ、いくつかね。 組み合わせてだからまあ4分割から10分割ぐらいすればいいんじゃないかなとは思いますそしてまあトレンドを除いて4分割して多少スムージングですよねあ今日スムージングの説明しなかったですね、うん、これについてはまたはいこれはまあ要はね移動平均とかあのいろいくつかありますのでこれも今後いっていきたいと思いますはいということでこういうテクニックがありますよということですそして、ね、最後に簡単ですけどパワースペクトルとね、まあ 本当の意識するというか、ちょっと知識が必要なんですよということで、最初のね前半にも言いましたけどこういうことですね。周波数 FFT と FFT の周波数ねの定義って、えー、これです。FFT の周波数ってあの飛び飛びの周波数しか取れないです。N は時系列の長さです。そして k が0から時系列の長さまで取れるんですけれども、ちょっとね意味のある周波数範囲って書きましたけど。 これの周波数範囲って何なのっていう疑問出てくると思いますこれ何でかっていうとね、えー、あ、これ間違えてますごめんなさい間違えてますここ N-1 ですここごめんなさい N-1 ね。はい、間違えてますということで周波数のレンジここ0から N-1 も代入していきますけどはい、この周波数のレンジって意味のある周波数範囲にからはみ出てる部分がちょっとありますで、意味のある周波数レンジって何ですかっていうと ここもほんと理屈なしで答えだけ言いますね。サンプリング周波数です。FS ってのはサンプリング周波数。を2で割ったとこ。マイナス2で割ったとこから2で割ったとこね。ここが意味のあるレンジでこの外って基本は考えないでください。しかもグラフは描けません。はい。ということで、はい。サンプリング周波数が 2Hz なら、2分の2で 1Hz ですね。で、ね、そういうふうに意味のあるサンプリング周波数っていうのは、こっちもこう見ますか。こうね。 2分のサンンプリング周波数ですとといいうこでです、はい、ですはのでちょっとね今日説明ねちょっと不十分ですけどもこのこの定義で計算するとちょっとはみ出しちゃってるんですよねでこのはみ出した部分はこっち側に戻さなきゃいけないんですよこっちのマイナス側にね戻さなきゃいけないっていうことがありますただ今日はちょっとそこまで、えー、踏み込んでいかないです、はいね、こういうちょっとこういうのナイキスト周波数って意識してくださいよということです次に 元のパワースペクトルは左右対称って書きました。ちょっとねこう,ちょっとこう見ると気持ち悪いです見慣れてないからねこのパワースペクトルだったらまあ心拍変動業界の方々だったらあ LFHF のピークだねと思うかもしれないですでも本当の元のパワースペクトルってこれに対応するやつってこれなんですよ。何すかこれねなかなか気持ち悪く見えちゃいますけどそうここ0ですね0書いておけばよかった。消しちゃった0も消しちゃったんで0なんですけど0を挟んでプラス側とマイナス側に同じ形があるんですよ。 で、通常はこれ右半分しか書いてないんですよね。はい、何でだったかって形が同じだから。ということでもうこっち側は描きません。論文に載せるときもスライドに載せる時もちょっときもスペースがもったいないですからねこっちは書かないんですよ。ということでここだけ書きます。でもう一つですねこれ意識されてない方がほとんどあそんなに失礼だなこれ意識されてると思うんですけどもパワースペクトの総面積って時系列の分散と同じですのでここもね これ、ちゃんとね、あの、今までこの、今回のスライドで見せたのは、見せたパワースペクトル、全部ね、この、パワースペクトルの総面積が分散になるように調整してあるんですよ、実は。はい。これ、注意してください。で、ここでですね、こういうことです。2-sided、両側パワースペクトルと、こう、1-sided パワースペクトル、片側パワースペクトルっていうのがあります。これ、何かっていうと、 この、ね、パーセバルの等式っていうのはこの両側パワースペクトルの面積が時系列の分散と一致するよって言ってるんですよ。でじゃあ半分しか書いてないから分散の半分しかないよねっていう状態になりますよね。で本によってはというか流派によってはこのパワースペクトルの面積が半分でも分散と一致するようにした方がいいんじゃないかっていうことでこれの高さを2倍にして描くことがまあこれが本当は一般的です。 ところがね正直ねあのー、私がこのスライドに載せたのは2倍にしてないですなぜならその理論真のパワースペクトルを2倍すわざわざ2倍するのがめんどくさかったからやってないんですけど図にするときには実際に2倍にした方がいいですけどつまりこのね面積っていうのが全面積片側だけど全面積は分散に一致するようにした方がまあいいですよということです。パワーってね分散と同じ単位持ってるでしょ。 という,ふうに、こういうちょっとねいろんな知識がいりますよということで今日はねパワースペクトルって意外と面倒だなっていう印象だけをなんかアピールしたような感じになってるかもしれませんがえー、まあ皆何か本当に計算したければね質問していただければねあの具,体具体例ごとにねあの計算の方法を示していきたいというか説明していきたいと思います。ははは、い、い、いいい今日まとめままとと。めす。す、はい、パワースペクトルのの計算方方法法に絶対正しい方法っていうのは、まあこれないですよと だから窓かけなきゃいけないんだとかねそのうんそうかなーっていうふうにねうんちょ,ちょっとねそうかなってちょっと疑いね疑いですはいありますけどもはいただねあの工夫をいろいろ試行錯誤でしするっていうことはまあ必要ですなぜなら真のものを推定するのがパワースペクトルを計算する目的ですからねただいくら頑張っても心拍変動の場合真のパワースペクトルってわからないですからねうん もし線形確率過程だったらっていう前提があっ,たあってこそ私が今日示したね「真の」っていうのがありますけど分かんないですかね体なんか体線形確率過程じゃないですからねはいということでまあ絶対正しい方はないけどまあちょっと工夫しましょうよっていうことですで、まあ、少なくとも見せるパワースペクトルを描く時は平滑化はした方がちょっといいんじゃないですかっていうことですこれは真のパワースペクトルが滑らかでまあ一応ある程度滑らかなんじゃないかなっていうふうに なんこれも感想です。私の感想というかなんかねはい。で実現値っていうのは必ずギザギザになるんでこれっていうのはあの真のがそうなってるんじゃなくてもう線形確率過程のもう避けられない特徴です。まあ、それが線形確率過程ですからねで実際も実現値ってのはギザギザになってるんで多少、まあ、は平滑化した方がまあいいだろうと私は考えてますよということです。そして あの、最後にね、パーセバルの投式って言いましたけど、パワースペクトルの全面積っていうのは時系列の分散、ね、これに合わせるようにしないと単位が変になりますんでね。ここ、まあ注意してくださいよということで、はい、心拍変動のパワースペクトルって意外とめんどくさいよねっていうお話をしました。でね、あの、学生の皆さんもね、いいですか。個々のキーワードで調べてね、自分で確かめてくださいよ。絶対の正解はない。これはもう、 言えますね、ただまあ見た目がいいっていうことねです。であとは LFHF の計算だけするのに、あのー、正直平滑化しなくてもまあいいと思います。はい、はい、参考文献ですね。あのこちら日野先生の「スペクトル解析」はい。これも古典的な本で私も研究室には3冊ぐらいはあると思います古い。古いのも入れたらもうちょっとあるかもしれないですけど新装版が2010年出てますよね。とこころがね、まあ、これ いい本ですが、ちょっとね。連続の理論が中心理論の中が中心で書いてあるのでちょっとね。時系列と基本離散ですからね。さらにちょっとね。ちょっと。うん、寂しいところあるかなと思います。また北川ね。先生のね。この r による時系列モデリング入門。こちらももちろん。いい本ですよ。いい本ですけど、まあこれもえー、まあ、簡単にわかるような工夫がある分ね。 いやちょっとねああちょっと寂しいなっていう気持ちもありますはいじゃあどの本がいいかっていうねなかなかないんですけどはいでこれすいません3番ねこれねあのブログケオスの時系列解析メモランダムってブログこれすいません私が書いてますでこれもね詳しく書いていこうと思ったんですけどもすぐにね飽きちゃうんですよね数ヶ月たつとでただパワースペクトの推定について多少ねあの説明してありますので参考にしていただければと思いますはいで今後は使いたい内容はい これはねメモ的に言っておきますあ,あとね今日は FFT っていう高速風流変換使ったやつね特にあの時系列の長さがどんな長さでもいいやつを使うことを前提としてますよはい紹介しましたけど自己回帰過程自己回帰モデルあのオートリグレッシブ AR モデルっていうのを当てはめてパワースペクトルを計算する方法がありますこれについてもね説明いつかしたいと思いますはいであとは F 分の1だけね長時間解析 長時間相関解析これパワースペクトルを使った方法についても説明したいと思いますはいそして R で実際にパワースペクトルをどうやって計算するのっていうこともね言えたらいいなと思いますはいじゃあ今日は以上です